はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、5月5日です。はい。今日は祝日です。うん。もう毎日祝日です。ね。はい。曜日は木曜日ですね。はい。はい。もう本当に休みが続きますね。うん。うん。で、まあ今日は5月5日ということで、まあ一番有名なのは子供の日です。はい。はい。まあ今日は子供の日でお休みなんです。うん。はい。で、まあ、ね、去年はその話をしたかなと思うんですけど、うん、まあ男の子のね、お祝いの日とも言われています。うんうん、はい。で、まあ3月3日にね、ひな祭りっていう、まあ、女の子のお祝いの日のお話をしたんですけど、5月5日は男の子のお祝いの日というふうに言われていて、うん、まあ鯉のぼりとかね、あとはそのお節句の人形とかね。そういうのを飾ったりして、まあ、男の子のいる家はお祝いをすると、うん、いうことで、まあ、うちも男の子いるんで、はい、鯉のぼりをね設置したりとか、あとは僕の家、僕らの家の隣ですね、隣におじいちゃんおばあちゃんが住んでるんですけど、まあ、そこの家ではそういうね飾り付けをしたりしてね、うん、今日やってました。はい。うん、でも僕らの住んでるところでは面白いんですけど、1ヶ月遅れてそういうことが行われるんです。おうおう。はい。なので6月5日にそういうことをやるんですよ。へえ。はい。でそんなような話を去年したと思います。うんうん。なんでまだね近所でもこれから鯉のぼり出しますよっていう人も結構いるんじゃないかなと。なるほど。いうふうに思うんですね。うん。はい。なので今日はちょっと違うお話をしようと思ってます。はい。はい。今日はですね立夏。ん？立夏。はい。ほう。立夏という立つ夏っていう風に書くんですけど、結構難しい読み方ですね。はい、はい、今日は立夏です。うん。はい。で立夏の日っていうのは、結構前になりますけど3月にね春分の日っていうお話をしたと思うんですけど、はい、それとまあ、去年のね夏に夏至の日っていう話をしたと思うんです、うん、はい。夏至の日は1年間で一番太陽が出てる時間が長い日ですね。うん、うん、はい。でその2つ、春分の日と夏至の日、そのちょうど真ん中が立夏です、うんうん、なるほど。はい。でまあそういうわけなんで何て言うの、太陽とかその宇宙の関係のあれに寄ってくるんで、うんうん、微妙に 日付が変わります。あ、なるほどね。はい。ただまあ5月5日あたりが多いです。うんうん。はい。で今年も5月5日です。はい。なるほど。はい。うん。でその立夏っていうのは結局もうそろ夏ですっていうことなんです。なるほどね。はい。もう夏って字が入ってますからね。ね、立つに夏なんで、はい、ね、夏が来たみたいな、ね、そうですそうです感じですね。はい。でまあその季節としてはもう桜とかね、うん、そういうものは終わっていて、でそして一番特徴的なのはやっぱりこう山がね緑になっていくその新緑っていうふうに言われてますけど、うんうん、はい。はい。まあ、昨日ね緑の日だったんですけど、うん、本当に僕らの住んでるところも山がね本当にキラキラ輝いているように見えるような、うん、そのなんていうの、明るい黄緑色のね本当に綺麗な山が見えるんですよ、うんうん、この時期ねすごくいいですよね、うん、気持ちいいです、うん、ね僕結構桜とか前にね桃の花のお話をしましたけど、うん、あと菜の花とかねしたけど、実は僕はその緑の方が好きかもしれないですね。あ、本当ですか。はい。うん。山の緑はすごい綺麗だし、うん、もう本当に僕らの住んでるところは一番なんていうの、一年で綺麗に見える時期なんじゃないかなと思ったりするんですね。そうですね。うん。でやっぱりこういろんなとこ出かけたりして外で遊ぶ人も多くなってくるし、うん、もういよいよ夏だなっていうことでね、そういう風に始まるんですよ。はい。でもやっぱりね5月5日っていうとさっき言ったような子供の日っていうので、うん、こうなんていうの、そっちにこう
みんな注目しがちなんだけどね。確かにね。そうそう、実はいろんなことが裏でもあってね、うん、そうそう、この立夏もその一つなんですけどね、うんうんうん、どうですか。そうですね、そのなんか日だとは知らなかったんですけど、うんうん、確かにすごく新緑がね綺麗ですし、うん、外にいてもね、あ気持ちいいなって思う毎日なんですよね、うんうんうん、だからあのぴったりのというか、そうだね、はい、立夏、あなるほどなってちょっと納得しましたね。そうだね、うん、まあその体で感じてるっていうか、うん、ところありますね、はい、今日も外ちょっと出てたんですけど暑くてね、暑い、うん、暑いなっていう、あと眩しいよね眩しい、そう眩しいっていうの感じがして、すごくこう太陽がなんていうのギラギラというか、うん、暑いなみたいな感じがして、で僕はねちょっと車で走っているといろんなところのそのなんていうのグラウンドとか野球場とかで、うん、サッカーとかそれこそ野球あとは陸上とかのね大会をやってましたね。おお、うん、いいですね。そう人が集まってなんかすごくこう夏っていう感じ、うん、うん、そんな風に思いました。うん、うん、いいですよ本当にね、ちょうどね、まあ、暑いですけど夏ほど暑すぎないので、そうなんですよ、そうそれが一番なんですよね、うん、程よいですね、はい、結構ね日本の本当の夏は暑すぎて意外と外でなんかやらないんですよ。できないですね。そう本当に暑いんで、うん、例えば外でバーベキューするのいいよねとか外でサッカーやるのいいよねって思ってるけど、うん、その今が一番いい時期なんです。そうですね、はい、夏はもうねいられないです外に、うん、暑すぎて。暑くなりましたよね。そうなんです、そうなんです。もう暑いっていうか暑すぎますよね、うん、今がちょうどいいぐらいの暑さだと思います、はいはい、夏はそうだね泳ぐとかはいいかもしれないけど、うん、ちょっとそれ以外はちょっと厳しいですね、うん、はい、なので今一番いい時期ですよね、うん、うんうん、でこの5月が、まあ、僕は一番なんだろう、こう生活をしていく中では一番こう好きな時期かもしれないですね、うんうん、本当は冬が好きなんですけど、はい、なんていうんだな、伸び伸びとこう昼寝してもさ、あ昼寝したってこう起きても大丈夫って。冬はなんか風邪ひいちゃうかもしれないとかね、うんうん、そういう心配があるんだけど今は結構楽しく、今日もね僕はちょっと外でね草むらでね寝たんですけど、うん、気持ちよかったです。うん、うん、まあそんな感じですね。いいですね、はい。でまあ立夏っていうね、そういうふうに昔の人がねそれを決めてるわけじゃないですか。うん、でまあその通りに僕らも感じるっていう、うん、なんか面白いなっていうふうに思いますよね。うん、うん、まあ、これから夏がいよいよ本格的になってくるっていう感じになっていて、うん、まあ、昨日もちょっと似たようなお話をしたんですけど、うん、ね、冷やし中華を食べると夏が、ね、感じられるとかっていうふうにあって、で春の時も皆さんが感じる春は何ですかみたいな話で、うん、例えばチューリップが咲いてると春を感じますとかね、うん、桜が咲いてると春ですよねっていうコメントをいただいたんですけど、はい、皆さんがこう夏を感じる日っていうのもしあれば教えてほしいなというふうに思います。はい、はい、なんかそういうふうに考えると春って短いですよね。うん、もうね、ね、一瞬で過ぎてしまいました、はい、うん、多分東京とかね暖かい方に住んでいる方はもう3月の最初ぐらいから春を感じてると思うんですよ。うん、だから3月4月っていう風に来てると思うんですけど、うん、僕らは4月でも雪降ったりしたじゃないですか、うん、だから4月しかない。そうですね、そう短いんですよ春が、うん、はい、で春が一瞬で過ぎ去って夏になるという感じでね、うん、まあ、この場所でね住んでるところによっても違うっていうのも面白いですけど、うんうん、はい、ということで今日は5月5日子供の日ですけれども立夏の日のお話をしました。はい、最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ではでは。